品のやからめ許さんぞ。虫けらの分際で脱ぎ乗るよって。すでにお前は我が主張、私の罠に翻弄されるがよい。貴殿こそ真の三国無双よ。使命はここまでか。兄上に貴殿の過去があらんことは。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。皆の規範たるお働きを。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。やっちまった。牧羊の再起は無事か。獣を打ち果たすのだ。
いつまで持ちこたえられるか。援軍が来てくれれば活路も開けようが。我が波動の前に滅びよう。ここは捨てるしかないか。聴覚様、あなたを信じております。我の生み出した兵が消えただと。あとは再起を壊されたか。これじゃ容易いことよな。働きを。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。見事だな、王徳。これが歯を行く者よ。突破されれば神尾殿の命が危なかった。よくぞ来てくれた。おら、持ってるものを全部よこせ。出さないなら無理やり奪い取ってやる。誰か助けてくれ。俺がしたかったのは略奪なんかじゃねえ。胡錦涛を抜けてこの方についていくぞ。皆の規範たるお働きを。当天まさに立つべし。モングども、縁の奇跡を見よ。えい、変な力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を撃つのだ。天よ、熱烈たる風の力を我に与えよ。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。この要衝を抑えた方が勝
爆笑だ。有効せい。警戒しつつ防御陣形を展開せよ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。風が静まっただ。これでは北の守りが薄くなる。追いかけても無駄だぜ。じゃあな。見事だな、大竹。さすがは歯を行く者よ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。精烈なる雷の力を我に与えよ。雷が込められたか。これでは東からの侵入を許してしまう。あの要衝を抑えた方が勝ちそうだな。有効せい。岩の力を我に与えよ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。我が狙いは定まった。滅びよう。敵の足場を崩し戦意を損。なんと馬を止められたか。盤石なる南の守りが。思い知らせてやれ。あの要所を抑えた方が勝ちそうだ。急行せい。昇格様の邪魔はさせねえ。俺たちの救いは皇天の世にあるんだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。
き力を授けたまえ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。見事だな、王徳。我がアドガは歯を行く者よ。再起が破壊されるとは。これでは全力を出せ。獣め、命は苦しいよ。天はお許しにならぬ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。黄金刀を率いる聴覚は倒した。間質に逆らおうなどとするからだ。おお、聴覚を討ち取ってくれたか。きっと帝もお喜びになることだろう。貴殿ほどの英傑を地方の一役人にしておくのは惜しい。私から帝に奏上し、貴殿を楽ように呼び戻したい。どうだ、悪い話ではないであろう。ありがたいお言葉。しかし聴覚を失った今も各地の黄金刀はまだ略奪を続けております。私は今しばらくそれらの鎮圧に当たりましょう。そのようなもの、貴殿が相手にする必要もなかろう。そのあたりの義勇兵にでも任せておけばよい。貴殿のことは董卓殿からも推薦を受けているのだ。よいな、すぐに洛陽へ登ってくれ。任しときゃいいって。この騒乱がそんな簡単に収まると思ってんのかね。このまま放っておけばそれこそイナゴみたいに天下を食い潰しちまうってのに。うん、毛徳、まさか奴の言葉に従うのか。うん、これは存外好機やもしれん。騒乱の元凶たる悪政を正すためもな。無論各地の騒乱も捨ておくことはできん。だがそれはわしでなくともできよう。董卓ではないが、これこそわしに与えられた機よ。なるほど、洛陽に救う奸臣どもを排除するか。毛徳、お前の信じるように動けばいい。俺たちはお前の追払いをし、背中を守るだけだ。まこと、お主らはわしの孤高よ。